ミンガラーバー皆さん、こんにちは。わきょうのあれんです。今回この動画では、コロナウイルスの影響で皆さんが自粛生活を送っていると思いますので、今回この自粛生活の中でどういったことができるのかっていうことの中で、アレンが特におすすめしたいこのコーヒーナップということについてお話ししていきたいなと思います。このコーヒーナップのお話に入る前に、少し自粛生活のお話をしたいんですが、自粛生活を通して本当に買い物とか銀行とか病院とか、そういったもう本当に必要なこと以外は皆さん外に出ることができなくて、ずっともう大半8割9割を家の中で過ごすことが多い。それかもうもしくはそういうふうにしてウイルスの感染を防いでいる方がたくさんいると思うんですが、そういった中で家の中で過ごすもうやることが限られてきたりとかして、アレン的にはこの3タイプに分かれるかなって思ってます。まず1つ目のタイプは、この会社の通勤ができなくなってしまったけれど、リモートワーク、在宅で仕事をするように言われていたりとか、この隔離しているホテルだったりとか、こういう隔離している部屋でもうこのパソコンを立ち上げて、こういうやること、次のもしコロナウイルスが回復した後にすぐやる事業だったりとか、こういったビジネスの準備をしているすごい忙しい方がいると思うんですね。それが1つ目のタイプですね。で、2つ目のタイプが、自粛生活でもう何もやることがなくなった、学校も行かなくていい、仕事もなくなった、だからこそ今まで見てなかったドラマを見たりとか、なんかネットフリックスとかで好きな映画を見たりとか、こういうなんかすごいダラダラと YouTube をダラダラ見てしまって、気づいたらあもうこんな時間だとか深夜だったとかで、生活習慣も早寝早起きじゃなくて、すっごい夜2時3時のに寝て、朝はもう11時とか、逆に朝ごはん食べずに昼夜だけ食べて過ごすみたいな、すごい生活習慣がこう狂ってしまったというか、少し乱れてしまった方がこの2つ目のタイプなんですね。で、3つ目のタイプの方に今回アレンが少しお勧めしたいことがこのコーヒーナップなんですね。で、この3つ目のタイプの方がどんな方かというと、この自粛生活の中でダラダラするのではなく、会社に行かなくてもいい、学校に行かなくてもいい、要は自分たちがやるべきことを今 しなくてもいいというか、もうできない状況になってしまったので、だからこそ本当は今までやりたかったことだったりとか、本当はやりたいなと思ってなかったけどできなかったこと、それかすごい昔にこういったことやりたいなと思ってずる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 と今に至ってもできなかったこと、要はなんか挑戦したいなと思ったけど挑戦できてなかった、忙しくてできなかったとか、なんか言い訳してできなかったこととかたくさんあると思うんですね。そういったことに挑戦する方がこの3番目だと思います。実際に今アレンも前回の動画でお話ししたんですが、ずっと筋トレをやりたいなと思っていて、筋トレっていうのは別に体を鍛えてすごいよく見せるためじゃなくて、健康のためにも筋トレやりたいなと思ってて、今毎日筋トレを欠かさず、自粛生活が始まった4月1日からですね、ずっとほぼほぼ1ヶ月近くずっと筋トレ毎日継続してます。はい。それから筋トレに続いてアレンの場合は英語と、あと読書ですね。もう読書も部屋にある分、買いに行けないので家にある分を何回も読み直したりとかするんですが、英語に関しても毎日単語やってて、もう1ヶ月で1冊ですね、単語帳を読み終わって覚えたっていう状況に至るぐらい英語もコツコツやってて、こういった感じで、あれは今第3タイプなんですけど、このコツコツ何かやりたかったことに向けて、今がチャンスだじゃないですけど、今しかできないから今のうちにやっておこうっていうふうに、このコロナウイルスの自粛生活に対してこのネガティブに捉えるのではなく、ポジティブに、あ、これは自分に与えられたすごい有意義な時間を使えるチャンスだと思って挑戦する方が第3だと思うんですね。で、この第3の方に向けてアレンが今回すごくサポートしたいというか、この一生懸命頑張っている方のために何かできることがないかなと考えて、いろいろ考えた結果、このコーヒーナップっていうのがすごくこの第3タイプの方にを助けてくれるのかなと思って、今回紹介したいなと思います。まずコーヒーナップっていうのは何かというと、もちろんコーヒーで、ナップが昼寝なので、このコーヒーを飲んでから昼寝をするってすごい簡単なことなんですね。本当にアレンも実際続けて今コーヒーナップ毎日やってて、後で動画撮り終えた後もやるんですが、コーヒーナップのやり方としましては、お昼ご飯食べた後がおすすめなんですが、お昼ご飯食べた後に美味しい自分の好きなコーヒーでいいので、コーヒーをこういう感じで自分で作って、その後にこれが暑かったら少しずつ猫舌だと飲めないと思うので、少し冷めてから置いてもらって、でもう一気飲みできるぐらい、もう全然熱くないってなった時に、ほぼほぼ一気飲みに近い形、1分以内に飲み終わるじゃないですけど、ちょびちょび飲むんじゃなくて一気に飲んで、飲み終わった後に
20分以内ですね。なので17分とか18分とかっていうタイマーをセットして、まあ、寝れる人はまあ布団の上で寝たりとか、まあ、ちょっとそういう寝れる場所のない方はまあソファーの上でこう目をつぶってこういう感じで18分とか、はい、こうやるとか、まあ、机があれば机に伏して18分とかでいいんですけど、こういった感じでコーヒーを飲んでから20分以内です。20分を超えてしまうとそれが成分が効きすぎて逆にこの昼寝から睡眠に変わってしまうので、この気をつけるポイントとしてはコーヒー飲んだ後にすぐ寝ることで、寝る時間、昼寝の時間は18、19分っていう感じで20分以内で収めることっていうのがコーヒーナップのやり方ですね。でコーヒーナップを実際やるとどういったことが起きるのかというと、このコーヒーナップをやると20分のこの昼寝っていうのがまず寝ないための昼寝なんですね。こう寝落ちをしちゃダメな昼寝であって、この20分ですごく眠くなって20分以内寝てしまうっていうのがあまり良くないことで、ただ目をつぶって寝るつもりなくただ横になるっていう風にやるんですね。それでこのコーヒーに入ってるカフェインが飲んでから20分後ぐらいから覚醒し始めるって言われてて、飲んだ後に20分後なると起きたタイミングとこのコーヒーを飲んでコーヒー の成分カフェインが出始めるタイミングがすごくマッチしててとてもいいんですね。それから寝てる間にいろいろと脳も整理されて、でコーヒー飲むとすごい脳もすっきりしてってことで、このコーヒーナップやってから全然この起きた後からパフォーマンスがすごく、要は午後のパフォーマンスすごく良くなったですね。で実際にこのいろんな、まあ、有名人の方も聞いたんですけど、有名人の方とか芸能人の方もコーヒーナップやってる方もいるらしくて、こういった形で自宅にいるからこそ昼寝も布団とかベッドの上できると思うので、ぜひコーヒー飲んでから昼寝をするっていうことをして、だらだら過ごすじゃなくて、もしも何かこれに挑戦するって決めてる方であればコーヒーナップをぜひ活用してみて効率の良い毎日を過ごしてみてください。それからこのコーヒーナップに関して、この先ほどあった一気飲みしてくださいってのがあったんですけど、本当1分以内で飲んでほしいのがあって、ちょびちょび飲んでしまうと最初一口目飲んだ時と飲み終える時で時間5分6分でかかってしまうと、もう一口目からカフェインの成分が効いてしまうので、もう本当にぬるくなった状態ですぐ飲むっていうことだけ気をつけてやってみてください。でこれからまたコロナウイルスの影響でどんどん自粛生活がどれぐらい伸びるのかとか、どれぐらい厳しいもので外出禁止令が出たりとか、いろいろと難しいとこがあると思いますが、皆さんいろんな、まあ本当にいろんなタイプの方もいると思いますし、いろんな目標を持ったりとか、逆にこんな時だからこそゆっくりしたい人もいるし、こんな時だからこそ何か挑戦しようと思っているいろんな方がいると思うので、皆さんに当てはめるわけではないんですが、このコーヒーナップを利用して充実した毎日を送ってみてはいかがでしょうか。ということで今回アレンからコーヒーナップのおすすめでした。もしもこれから自粛生活伸びる上でどんどん、まあ、家にいるのもすごく難しくなると思うんですが、こういった形でアレンがどんどん動画の中で、まあ、こういった風に過ごしてますよだったりとか、こういった風に過ごすとすごくいい一日を送れますよっていうおすすめだったりとかアドバイスがあればあれなりに皆様にお伝えしていけたらなと思いますので、ぜひぜひ動画のチェックもお願いします。概要欄の方にアレンのインスタグラムだったりとか Twitter、Facebook のアカウントを載せてますので、ぜひもしよろしかったらフォローしてください。で今回の動画はこちらで失礼します。たったー。